サイドグリップ方式で構えられた拳銃。視線の向きとずれているため、照準機が機能していない。通常奨励される縦向きの構えサイドグリップは、通常行われる垂直向きの構えの代わりに、銃をおよそ90度傾けて、水平方向に向ける構えのことである。横打ちとも。 サイドグリップを用いて射撃する行為には大部分の状況下において実用面でのメリットがなく狙いを大変困難にするが1990年代初期以降アメリカの映画やテレビで多用されたことが原因でヒップホップカルチャーや路上犯罪において一個分人気を博した警察官による縦の覗き窓越しにサイドグリップで構えた拳銃で狙いをつける実演 サイドグリップに有効性の認められる数少ない状況の一つ。1894年のアメリカの小説ジョン・マーチ、サザナーにおける以下のセリフからも伺えるように、下記を横に向けた構えは長い間リスクが高く粗雑な射撃方法であるとみなされてきた。ノーマンシャルカム・アラウンド・ヒア・エイヴング・ヒズガン・サイドウェイズ、イン・ダンキャー・イング・ザ・スロングス・オブ・カジュアル・バイ・シュタンダース。 トンプソン M1 や M3 サブマシンガンといった20世紀初期のサブマシンガンでサイドグリップの使用例があったことが確認されている。こうした銃は強烈な反動により、フルオート射撃の際に銃が跳ね上がる傾向にあったのだが、銃を横に構えると弾幕が縦方向ではなく横方向へと拡散し、結果より多くの標的に命中したためである。 方式交換がライオットシールドなどの盾を併用する際銃をサイドグリップで構えることがある。銃を傾けて持ち上げることで盾によって制限されている視野を少しでも広く確保するためである。目優位性の問題を抱える伊手の場合、優位な側の目を活かすために銃を15度から45度の角度で傾けることがある。例えば右目が優位な伊手が 左手で銃を構える場合である。サイドグリップには狙いを困難にするという欠点はあるが俗に信じられているようにジャミングを引き起こすことはない。自動装填式の銃は重力よりもはるかに強い力で排採射しており、上方向に排採射した時にさえ薬莢が薬室に残存することは通常起こらないためである。映画における サイドグリップの構えは遅くとも1960年代には確認され、西部劇、片目のジャックや、俗、夕日のガンマンにおいて顕著である。この時期の映画にこの構えが採用された背景には、大写しのシーンで役者の顔と銃の両方を収めることが容易であるという撮影上の利点があったのではないか、との指摘がされている。1993年のアメリカのフットムービー。 ポケット一杯の涙は、強盗がロサンゼルスのコンビニエンスストアを襲う開幕のシーンにおいて、サイドグリップが用いられているが、この構えを広く一般に知らしめた。監督らによれば、彼らはこの構えを1987年でドロイトで起きた強盗事件で直に目にしており、この構えがだらしなく流行を先んじており、現実的なものとして心を打ったから映画に、 採用したのだという。他の映画撮影者らもいち早くこの仕草を取り入れ、デスペラード、ベイバック、セブン、ユージュアルサスペクツ、コピーキャットなど、無数の1990年代のアクション映画やギャング映画において用いられるようになったため、すぐにサイドグリップはハリウッドの映像表現において、傲慢さとクールな力を表現するものになった。HBO で放送された、 ザ・ソクラの在州のマフィアのシーズン一代には、樹南では救助を要請された男たちのうちの一人がサイドグリップで銃を構えていたため失責されたことが後の伏線となっている。アメリカの映画やテレビ番組においてこの構えの描写が無数に繰り返されてきたため、ヒップホップミュージックや犯罪的なサブカルチャーといったクールであること、アグレッシブであることを尊ぶアフリカ系アメリカ人の 大衆文化のうちのいくつかの分野でサイドグリップは模倣されるようになった。結果としてアメリカの武装暴力犯罪におけるサイドグリップの使用例はますます増大している。2009年にはニューヨーク市警察がある犯罪者についてラップビデオから飛び出した登場人物のように銃を横に構えたと表現したことがあるほどにラップカルチャーにおいて サイドグリップはありふれた表現となっている。ありがとうございます。